森安弘明は、日本中央競馬会の騎手、同調教師。東京都出身。実弟の森安重勝も日本中央競馬会の騎手であった。尾形藤吉厩舎所属の騎手として1951年9月30日にデビュー。1952年4月19日の平場オープンにて、一斉に騎乗し初勝利を挙げる。1963年に森末の助厩舎に移籍。1969年に騎手を引退する。騎手としては大柄な体に加えて、減量に苦しむ体質で、騎乗できるレースはかなり限られていた。しかし、1953年には、桜花賞を関西で制し、重賞初勝利を8大競争で挙げるなど、無類の勝負強さを誇り、通算143勝のうち重賞で実に29勝を挙げ、重賞男の異名を取った。騎手を引退した1969年に、調教師免許を取得し、東京競馬場にて厩舎を開業する。調教師としては、清日高日高隼人親子などを管理した。2003年2月28日をもって調教師を引退。山口瞳が彼のファンであり、彼を題材にした競馬読み物をいくつか発表している。太字は、門下生。括弧内は、厩舎所属期間と所属中の職分。ありがとうございます。